ゆっくり霊夢だよ。ゆっくり魔理沙だぜ。今回はどんな怖い話かな？今回は、売れ残り、など、怖い話をたくさん紹介するぜ。何が売れ残っているんだろう？やばいものだ。ひえ、今回ご紹介する怖い話以外に、こんな怖い話があるよという方は、コメントで教えてくれると嬉しいぜ。うぷ主が、怖い、と思ったお話は、動画で紹介させていただきます。それじゃあ今日も、ゆっくりしていってね。これから紹介する話は、売れ残り、という話だ。何が売れ残っているんだろう？ある物件なのだが、このお話は怖いぞ。ひえ、それでは、早速聞いていただこう。拙い文章になりますが、お話しさせてもらってもよろしいでしょうか？自覚している限り、霊能力はゼロに等しいと思っている私が、先日体験した話です。少し状況を整理したいので、前置きが長くなってしまいますがお許しください。私は、埼玉県の不動産屋で働いています。取り扱っているのは、売買の仲介であり、広告媒体等に掲載するために、物件を調査し、現地写真を撮影しに行くのも、仕事の一環になっています。とあるデベロッパーが新築分譲した、全20棟の大きな現場があるのですが、この現場が、今回体験したお話の舞台となります。現場の配置は、柿のような形になります。行間灯がずれて、見づらくなってしまったらすみません。案の定、思い切りずれてますね。新築分譲とは言っても、販売が開始されたのは、3年ほど前からの売れ残り現場です。立地条件も申し分なく、価格帯も適正な現場であるため、1年もあれば完売するだろうと、誰もが見込んでいた現場でしたが、図の N、Q、R 区画は、未だに買い手がつかず、売り主業者も頭を抱えている状況です。では、どうして買い手がつかないのか？それは、この現場が、出る、と噂される現場だからなのです。分譲開始当時、図の H、I、L、M の各区画は、路地上敷地形態。不動産業界では、敷縁物件と呼んでいます。と言って、他区画に比べて、不整形な土地であったため、他区画よりも、販売価格を安く抑えて売り出されました。不景気な世の中ですから、質より価格を選ぶ顧客は多く、この現場内でも、H、I、L、M の各区画は、すぐに買い手がつきました。M 宅の引き渡しから、半年ほど経ったある日、M 宅のご主人が、2階の納戸で首を吊って、亡くなっているのが発見されました。会社をリストラされて、一家は離散し、残ったのは数千万の住宅ローンのみ、追い詰められての字、だったのでしょう。悲しいかな、このご時世を考えればよくあることですが、M 宅は、親族の要望で、売り主業者を通して、エンドユーザーへ売却する運びとなりました。完売前の分譲地内で、このような事件が起こることは、売り主業者としても、相当な痛手だったようで、当時、担当の田中さん、亀井、も、長期戦を覚悟しなければならない、と、ため息をついていました。そうは言っても、それから1年も経った頃には、G、N、Q、R 区画と、M 宅を除く区画は買い手がついていたのですが、この頃から、分譲地に住まわれている、いくつかの家庭に、立て続けに不幸が起こり始めました。まず、L 宅でぼや騒ぎが発生しました。幸い、死傷者も出ず、被害も周りに及ぶほどのものではありませんでした。次に、I 宅のご夫婦が離婚され、売却する運びとなり、J 宅では、奥様が交通事故で亡くなられました。すべて偶然なのかもしれませんが、こうも立て続けですと、さすがに、不気味すぎるとのことで、分譲開始から2年を経過した頃、売り主業者から、私の勤めている会社に、G、N、Q、R 区画の販売委託の話が持ちかけられ、現在に至ります。そのような現場でしたが、私たちとしては取り立てて特別視することもなく、いつものように物件を調査し、現地や周辺環境を確認する運びとなりました。分譲地内の居住者宅を訪問した際、S、D 区画には、2区画を同時に購入して、整骨院を開業した先生が住んでいるのですが、気さくな方だったので、お話を伺ってみたところ、M 宅に隣接している家でばかり、不幸が続いているような気がして、不気味だよねー。と笑っていました。それから半年後、今から半年前のことなのですが、G 区画の買い手がついて、よし、次も頑張ろう。というタイミングで、S、D 宅の整骨院の先生が、自宅の浴槽で亡くなっているのが発見されました。親族の方の話を伺ったところ、
死因は急性心筋梗塞で、事件性はないとのことでしたが、直接お話をした私としては、初めてこの分譲地に、何か嫌な気持ちにさせられる事件でした。9月のこと、それまで販売委託されていた、N、Q、R 区画に加えて、M 宅についても、委託されることとなりました。不謹慎な話ですが、地、物件と聞いて、営業部の人間たちは、大層盛り上がっていたようで、早速何人かの営業が連れ立って、M 宅の内見に出かけていきました。帰ってきた連中は口々に、あそこは、マジでヤバい。と連呼しており、何がヤバいのか、と尋ねてみたところ、他の区画と違って、空気が重い、圧倒的に暗い、いくら換気をしても、湿った感じがする。など、ありきたりな感想を返してきました。一つ気になったのは、共通して、何もない家の中から、キン、と、得体の知れない音が鳴る。あれがマジでヤバい。というものでした。柱や床なり塔を疑ったのですが、その建物は木造住宅で、聞こえてくる、という音は、金属音のような、電子音のような、表現しづらいけれど不快な音で、指摘されたような音ではないとのことでした。そこで、営業の一人が質問してきました。重要事項説明書。契約前に、顧客に説明しなければならない、物件の説明書。に、入れなくていいの？と、M 宅の場合は、そこで居住者が自、したという事実は、告知事項として載せなければならないのですが、幽霊やそれに類するものは、科学的な根拠がなければ載せる必要はない、と、判例が出ています。状況的には、誰が言っても、必ずその音はどこからか聞こえてくるので、告知した方がいい。しかし根拠もないのに、載せたら載せたで、それは問題ということで、結果として、私も直接言って確かめてみるべき、という話になりました。本当に前置きが長くなってしまいましたが、ここからが本題です。前述の経緯により、自称霊能力ありという、営業の佐藤くん、亀井、と私とで、先日、九段の M 宅の内見に出かけました。佐藤くんはみんなの話を聞いて、すっかり怯えていましたが、営業なんだし、見ておかなきゃダメだろう。と責められて、しぶしぶ同行といった感じでした。私はといえば、この分譲地については、私自身が事前調査を行って、法務局の古地図などを閲覧しても、過去に、墓場や形状などだったという利用形態も見当たらなかったので、みんな、大げさだなぁとしか思っていませんでした。佐藤くんの車に乗せてもらって、現地に到着するなり、佐藤くんは、うわ、マジで空気重いっすよ、本当にヤバいっすよ、ここ。と連呼していましたが、それには構わず、広告掲載用の写真を撮っておこう、と、早速外観チェックに取り掛かりました。奥まったところに本地のある敷地形態だけあり、各方位に立つ建物に取り囲まれていて、他の区画に比べると、日当たりは良好とは言えない場所なので、これなら確かに、不気味な雰囲気と言われても、仕方ないなぁ、と思いました。続いて、玄関脇の雨どいに吊るしてあるキーボックスから、鍵を取り出そうとしたところ、玄関扉が開いていることに気づきました。誰かが鍵を閉め忘れたか、それとも先客がいるのか、そんなことを考えながら、ごめんください、と、玄関扉を開けてみました。入り口から見る間取りは、玄関を入ってすぐ右側に、直線状の階段があり、その左隣の廊下の先に、今に続く扉があるという家でした。今に続く扉は閉まっており、階段途中の最高窓から日は差しているのですが、それでもやはり、薄暗い家といった印象を持ちました。佐藤くんは後ろから、階段を上がった先がやばい、と騒いでましたが、それは、奥の何度で字、があったからって先入観でしょ、と流して、玄関内に足を踏み入れました。踏み入れた瞬間、九段の、という音が鳴りました。佐藤くんは、もう、これ以上進めません、と、そこでギブアップしてしまいました。私はといえば、不意打ちだったので、え？と、一瞬びっくりしてしまいましたが、先客もいるかもしれないし、その人の発した音かもしれない、ということで、構わず上がっていきました。ひとまず、今へ続く扉を開けて、1階の様子を伺ってみます。ちなみに、M 宅の間取りは 3LDK プラス何度で、1階には居間とダイニングキッチン、トイレ、洗面所、風呂があり、2階には、3部屋プラス何度、という作りになっています。居室を2階に集中させた間取りだけあって、1階の LDK スペースは25畳程度あり、家具も置かれていない、その薄暗い空間は、がらんとしていて広く感じました。
おそらく水道を止めているためだと思いますが、下水臭が上がってきていたので、換気のために、居間とダイニングのシャッターと窓を開けてみたところ、入ってきた日差しで、少し明るさを取り戻した室内は、きちんと清掃もされていて、綺麗に保たれているなぁ、と思いました。続いて2階へ行こうと、玄関に戻ったところ、佐藤くんは、相変わらず階段の先の方を見て、やべえよ、やべえよ、と、ブツブツ言って待っていました。お前は出川か、と、笑い飛ばしながら、一人階段を上がっていく私。階段を上る途中、例の、という音が、また鳴りました。音の出どころは、階段や床のきしみの音などではなく、なんというか、空間で鳴っているように思えました。鉄骨造りの家は、壁内部の鉄骨が、金属ストレスで玉になる、ということは知っていたのですが、木造の家も同じようになるのかな？木材が乾燥割れする音なら、金、じゃなくて、パキ、とかだよなぁ、などと考えながら、2階に到着。階段を上り切った真正面に、例の難度があるので、金、と同様に、いきなりは勘弁だなぁと思っていたのですが、そこにいたのは、スーツ姿の田中さん、売り主業者の社員さん、でした。あれ、田中さん、と声をかけると、ああ、清水さん、下の方から声は聞こえてたから、誰か来たとは思ってたんですが、清水さんでしたか、お疲れ様です。とのこと、真っ暗な中から現れられたら、びっくりしますよ、と、笑いながら言うと、驚いちゃいました。この家が売れ残ったままだと、他の区画も一向に売れそうにないので、せめて見栄えは良くしようと、定期的に清掃に来ているんですよ。と、笑いながら返されました。まあ、3年間も売れ残ってしまっては、担当者としては、上司からも責められて大変だろうなぁ、と同情しつつ、内観写真を撮りたいので、シャッター開けますね、と申し出ると、じゃあ、掃除も終わったところなので、私は失礼しますね。と言い、1階へ降りていきました。その後、私は各部屋のシャッターと窓を開けて換気しつつ、写真を撮って回りました。九段の字のあった難度を含め、どの部屋も1階同様に清掃されており、さして変わった様子もなく、デジカメに表示される写真にも、何か変わったものが映るというわけでもなく、拍子抜けするほど何も起こらないまま、内見を終えて、1階へ降りていきました。1階玄関では、相変わらずの怯えた様子の佐藤くんがいたのですが、降りていくなり、大丈夫でした？てか、清水さん、2階で誰と話してたんです？とのこと。ん？佐藤くんどっか行ってたの？いや、ずっとここにいましたよ。清水さん、誰かと話してるなぁと思って。え？田中さん降りてきたでしょ？え？誰も降りてきてないですよ。またまた、そうやってビビらせようとしてるんでしょ？いや、マジですって、直階段だし、降りてきたら気づきますって。てか、清水さん気づいてます？俺たち玄関入った時、靴とかなかったじゃないですか。なのに、清水さん、誰と話してるんだろうって。そういうやいなや、佐藤くんが視線を上に向けて。てか清水さん、いる、上にいるから。と叫んで、家から飛び出していきました。ゾクッとしたところで、追い打ちをかけるように。隣、うわぁ、となって、私も外に飛び出しました。車に戻って、佐藤くんを問いただしたところ、2階の踊り場から、階段を降りるのではなく、私の頭の真上を、田中さんや見知らぬ何人かが、玄関側の方へ、宙を歩くように通り過ぎていき、突き当たった壁のところで消えていったとのことでした。佐藤くん曰く、の音の正体は、彼らが壁に消える時に発する音なんじゃないか、とのこと。すぐさま売り主業者に電話したところ、田中さんは、8月にこの現場からの帰りに、交通事故で亡くなっていたこと。それで、M 宅を担当できる人員が足りなくなってしまったために、私の会社に委託したのだ、ということを聞かされました。その後、私の身の回りで、何かが起こったということはないのですが、売り主業者にも田中さんにも、申し訳ないのですが、その現場を売っていく自信はなくなりました。ちなみにその現場は、まだ買い手がついていないので、広告媒体で、埼玉県内の敷地物件を見かけた際は、用心してください。無駄に長くなった割に、こうして文字に起こしてみると、そんなに怖くもないのですが、あの時は、本当に背筋が凍る思いをしました。以前から面識のあった田中さんが、普通に現れて、幽霊らしいことをせずに消えてしまったので、自分の中の、そういう世界へのイメージとのギャップもあって、なんだか不思議な気持ちになります。以上となりますが、
登校規制とか、いろいろ厳しくて反省。読んでくださった方、支援の書き込みをしてくださった方、皆さんありがとうございました。携帯からですが、さっきの不動産屋です。連投規制で、全部書き終わるまで帰れなかったんですが、書き終わって会社を出て、駅に向かって歩いていたところ、いつも駅前にいる、駅舎の方に呼び止められました。駅舎さんが言うには、私の後ろに立っている、スーツ姿の中年男性が、くれぐれもよろしくと、お願いします、と、頭を下げて言ってますよ、頑張りなさい、とのことでした。思い出したりすると、引き寄せてしまったり、ついてきてしまうというのは本当なのかな。少し身震いしつつ、頑張って帰ります。田中さん、確かに怖い話なんだけど、田中さんがいい人だった。田中さん、いい人だよな。うん、聞き応えのあるお話だった。さて、次のお話は、見えないお友達のお話だ。見えないお友達とな？それでは、早速聞いていただこう。さっきの初心者です。長文ごめん。初心者なので、温かく見守ってくれると嬉しいです。私の家は、代々霊感強くてさ、知り合いっていうか、親戚にも、霊媒師が数人いるんだよ。この話は、私の母から聞いた話なんだ。霊感が強い一族っていうか、私も母も結構あるんだ。私の地域は田舎、コンビニ行くのに、5つ地域を通る、なんだよ。そうすると、やっぱり子供の数も少ないんだ。私は昔、見えない子供と遊んでたらしい。母も霊感強いし。あ、この子には今、見えているんだな。って感じで、放置だったらしい。別に、母もよく見てるし、娘に友達ができたって感じで。ある日母が、その子は、どこに住んでるの？なんで、そこに住んでるの？って聞いたんだ。そしたら、私は、隣の地域の山に住んでるよ。お母さんに子、されたんだって。って、言ったんだって。さすがに、母も危機感覚えて、隣の地域に住んでる知り合いに聞いてみたらしい。そしたら、結構前にその地域の山の中で、母と子供が心中したらしい。その、母親に子、された女の子のことじゃないかってことになって、母も、ああ、そうなんだ。って感じで、見守ってくれた。私と幽霊ちゃんが、車で話をしていると、不思議なことに幽霊が見えないんだって、理由はわからないけど、それから、ずっとその幽霊ちゃんとは、遊んでた。霊媒師のおばちゃんに見てもらったんだけど、幽霊ちゃんは、ただ友達と遊びたいだけだから、〇〇ちゃんが、よかったら、一緒に遊んであげて。って言われた。そのこと、話もあったし、楽しかったから、いいよ。って感じで、ずっと、遊んでた。保育園の先生にも事情を話して、園長先生が霊感あるらしく、普通にオッケーだった。無理に、そのことには触れず、無理に、外に遊びに行かせない、など配慮してくれてた。人間のことは、あんまり、仲良くできなかったけど、毎日楽しい日々を、送ってた。保育園卒園して少し経ってから、その子が、いなくなってしまった。霊媒師のおばちゃんには、時が経って、その子も、成仏したんだよ。って言われた。でも、子供の時だったし、突然の別れで、ずっと泣いてた。ある日、夢にその子が出てきて、私は、泣きながらバイバイした。それから、隣の地域のお墓に行って、お参りして、バイバイした。それから、そのことは、会ってない。長文すまん。見てくれてありがとうねー。だから、私が小学校に入って苦労したのは、書かなくてもわかるはず。っていうか、地味に記憶あるしね。ってことで、私の初めての友達は、幽霊。これで、終わりです。お別れ、悲しかったね。うむ。でも、成仏したのなら、よかったよな。そうだね。さて、次のお話は、自転車置き場が舞台のお話だ。なんか珍しい。それでは、早速聞いていただこう。結構昔だけど、19歳くらいで、専門学校の学生だった頃のこと。学校には、バイク、電車、徒歩で通学していた。駐輪場がいっぱいの時は、そこらの自転車とか寄せて、止めるしかないんだけど、田舎のちょっと大きめの駅だと、駐輪場とか、溢れかえるくらい多い。そんな時はもう、駐輪ゾーン横にでも適当な場所に止めて、ロックしておくしかない。まあ、そこすら溢れてるんだけど、ある日、帰りが遅くなり、
バイクを止めていた駅に着いたのが、21時くらいになった。駐輪場へ入っていくと、結構遅いから、駐輪スペースはガラガラ。放置自転車があるから、それなりにはあるけど、混雑してる時に止めたので、スペースなくて、かなり遠くに置いてあったんだけど、そこへ近づくにつれて、違和感を感じた。ガラーンとした駐輪場に残ってる自転車も、なんか変な気がした。倒れているものも多い。見られている気配というのか、周りが妙に気になった。さっさと帰ろうと、バイクに荷物入れてロック外して、駐輪場から出そうとしていると、ん?なんか、すげえ重い。確認すると、後輪がパンクしていた。嘘だろ。スポークホイールだぞ。チューブだから修理できないし、帰れないじゃないか。タイヤを見てみると、パンク傷が、思いっきりナイフなどで切られた跡だった。か、よ、邪魔。どこに、電車、ねえ、よ。と、突然声が聞こえた。ビクッとして立ち上がると、駐輪場の中に人が立っていた。照明は一つ一つ離れていて少しくらいが、照明の下はよく見える。そいつは、照明から少し離れたところにいたが、背が高く細いやつのようだった。誰もいない駐輪場に、にょきっと突然人が出てきて、ゾクッとしたが、こっち見てなんか喋ってるのがわかると、普通の人間だとわかり、少しほっとした。ほっとするんじゃなかった。そいつは、突然こっちに走ってきた。照明の下を通ったところで見えたが、手に小さなナイフ持って、振り回してやがる。漫画みたいに、ブンブンアホみたいに。空を切るそれは、何の意味があるんだ。その時はそんな余裕もなく、うわぁ、と、慌てた。お前らの自転車、邪魔なんだよー。ここに置くんじゃねえよー。完全にこっち狙ってるのがわかったが、ナイフ持ってる相手に、背中向けて逃げるのは、無防備で余計に怖い。バイクにかけてあった、オフロードフルフェイスヘルメットを取り、こっちにまっすぐ走ってくるナイフマンに、思いっきり投げつけた。相手のダメージ考えずに、物を思い切り投げたの初めてだ。メットは、こっちに向かってくる奴の顔面に、ボゴーッと当たり、そいつは、うおって、吹っ飛んだ。私のメットは、ゴロンゴロンと悲しい音を立てて転がっていった。相手は地面に転がったが、まだナイフを持ってる。私は急いで、バイクに縛り付けたバッグを開け、中から取り出した。包丁を2本。当時、調理師専門学校生で、ちょうど偶然、包丁を持ち帰る日で、包丁セットの入ったバッグを持っていたのだ。相手は立ち上がろうとしていたが、脳震盪でも起こしたのか、顔にダメージを負ったのか、ヨロヨロしていた。そいつに包丁を持って近づいたら、奴はこっちを見て、尻餅をついた。うわわぁ、やめて。何を言ってやがる。ナイフを武器にする奴は、その怖さもよく理解しているのか、自分より多い武器に怯えたのか、包丁が、出刃包丁と柳刃包丁で、見た目にも鋭利すぎたのが怖かったのか、完全に逃げ腰で、両手で体を支えるような感じ。これ、他の人から見たら、完全に私が加害者だよな。そいつを見張りながら、携帯で警察に連絡し、警察が来るまで、ちょっとでも動いたら、やるよ、と脅してた。私も怖かったけど、相手が戦意喪失状態で助かった。警察が到着すると、奴は縮こまって、ナイフも手放してた。警察は真っ先に私に近づき、完全に拘束しようとしてる。すごく、怖いです。私は包丁を地面に置き、警察に説明。通報したのも自分だと説明して、携帯見せて納得してもらった。当時は、包丁などもバッグに入れていれば、問題なく持ち運びできた。この数年後に、ナイフによる事件があり、学校や店から持ち帰るなどの理由ですら、厳しく取り締まられるようになったようだ。奴は警察に拘束され、その後、奴のナイフを確認し、駐輪場の自転車を、警察が見て回ると、残っているほとんどの自転車やバイクなどのタイヤが、そのナイフによって引き裂かれていた。私もバイクをやられたのを、調書に書いておいた。後に、相手から弁償をしてもらった。奴の家族がしたのか、届け出た被害者全員に、きちんと支払われたようだ。もちろん、大事なメット代金ももらった。警察から聞いたが、そいつも自転車で来てるらしく、駐輪場に止める場所がなくて、場所を開けるためにやったとかなんとか。まあ、タイヤ切り裂かれるところになんか、誰も止めたくはないし、それ狙いだったのかな。シャレにならないのは、夜遅かったとはいえ、駐輪場周辺には民家もあるのに、あの規制を聞いて、出てくる人もいなければ、通りかかる人もいなかった。こんな場所で、女性がナイフ持った男に襲われたら、逃げるの無理だろうなと思った。
その点は、駅の方へ連絡しておいたら、卒業前だから、1年も経たずに照明が増えて明るくなり、駐輪場も整理されて、放置自転車も逐一処理されるようになった。卒業までしか、その恩恵には預かれなかったけど、包丁二刀流は、シャレにならないほど安心感があった。二刀流はすごいわ。一本でも怖いのにな。警察官、びっくりしただろうね。犯人間違えるのも、無理はないよな。さて、次からは短編を紹介するぞ。お、短編来た。それでは、早速聞いていただこう。ウェブ検索。初めてなので、読みづらかったらごめんなさい。そんなに怖くないかもしれないけど、自分的に忘れたいだったんだ。数年前、仕事中にウェブで調べ物をしていた時に、画像検索をしていたら、奇妙な画像を見つけた。テレビの刑事ドラマに出てくるような、事件の現場検証みたいな写真で、鑑識の制服を着た人が、捜索本部?みたいなテントの中で、何か打ち合わせしてるようなやつ。さらに、山の中を何か探しているような写真が数枚と、今度は、人間のバラバラになった手みたいなのと、切断された頭部みたいなもの。その頭部の、アップらしい写真もあった。あまりに気持ち悪くて、とりあえず遺体らしきものが写ってないものを、クリック、拡大したら、どう見ても合成には見えなかった。で、URL を開こうとしても、404、not found になる。それで怖くなって、閉じてしまったんだけど、検索していたのは、さ、人とか遺体とか、全然関係のないキーワード。その数ヶ月後にもう一度検索してみたけど、もうなかった。ちょうどそれを見つけたのは、あるバラバラさ、人事件が、世間を賑わせてた時で、それは今でも、未解決事件すれができると、上がるような事件。あれは何か、映画とかの小道具だったんだと信じたい。田舎の街で、私が、観察助手をしていた時の話です。田舎の街で、不審死事件がありました。普段は、何もないところなので大騒ぎです。現場に急行しました。田んぼの納屋の中で、男性が、木製の大型の台の上に横たわって、首を絞められて死んでいたのです。現場検証を行いましたが、その状況がちょっと変わっていました。死亡した男性の首は、木綿ロープで絞められていて、死因は窒息死。そのロープは、地下に設置された電気モーターの、プーリーに繋がっており、そのモーターの動作により、頭側から首が締まるような機構が設けられていたのです。ちょうど、水平方向の格子形のように、彼の手元には、そのモーターの電源スイッチが、台に固定されて設置されているのです。異常な事件です。現場が緊張していました。調査していた、経験のある観察が言います。これは、この男が、自動首絞め器を自作して、自分で楽しんでいるうちに死亡したのだろう。事故死だね。しかし、そのように警察に思わせる、偽装さ、人じゃないだろうか?と食い下がったのですが、ないない。と言って、意見は却下されました。死亡した男性が全裸であったこと、射死した痕跡があったこと、勃起したまま死後硬直していたこと、彼以外の人物の存在を示す、証拠がなかったこと、が決め手でした。このオナマシンは、随分手の込んだ構造で、人間、いろいろなことがあるものだ、と思いながら、自作自動首絞め器を使った、事故死事件について、という報告書を仕上げたのですが、定年退職を迎えた今考えると、ちょっと間抜けですね。そんな事件報告書を書かねばならなかった、私どもが。こっくりさん。こんな怖い話あります。小学生の頃、放課後にこっくりさんをしていたのですが、雨が降りそうなので、帰宅することになりました。下校中、大雨になり、さすがに帰れなくなったので、近くの公衆電話に駆け寄り、家電話をしました。しかし、聞こえたのは砂嵐の音。あれ?と思い、電話ボックスの外を何気なく見てみると、白い着物を着て、顔が真っ白、目が点のように小さく、不気味に微笑んだ女が、ゆっくりとこちらにやってきます。怖くなり、大雨の中、走って家に帰りました。家族に聞くと、電話はかかってこなかったらしいです。その後、大雨のせいか、2日ほど風邪をひきました。後から考えたのですが、公衆電話に入れた10円玉は、こっくりさんで使用した、10円玉だったんです。その10円玉が、何かを呼び出したのかな。
なんて、今になって思うのです。緑と赤。流れ切って、すまんな。ぶっちゃけどこに書けばいいかわからんけど、ここに書く。小学生の頃の話。季節は覚えてないが夕方、風景が赤みがかっていた記憶がある。近所に墓場があって、その脇の道を自転車で通りかかったんよ。そしたら、墓がところどころ光ってたんだ。なんか、発光ダイオードを、墓場全体に巻きつけた感じ。光の色は緑が大多数、残りは赤だった。最初は、なんか光ってる、程度の認識だったけど、何が光ってるんだ？夕日が眩しい中で、なぜ、あんなはっきり光が見えるんだ？なんて考え始めて、なんとなく、見なかったことにした。後日、テレビで霊能者が、色付きオーブの心霊写真見て、緑は穏やかな霊の色、赤は怒っている色、とか言ってて、どうやら、見たらあかんやつだった、と思い当たった。まあ、その後何もなかったけど、地味に怖かった体験。そうなんだ。色とか、あるんだね。これは初耳だったな。やっぱり、赤ってちょっと危険な色なんだね。そのようだ。さて、次のお話は、ちょっと災難なお話だ。ほうほう、どんなお話なんだろう？それでは、早速聞いていただこう。高校3年生の冬休みに起きたことです。僕は部活をしていたので、朝から部活に行き、昼に帰ってきてシャワーを浴び、昼寝をする、という、日課を送っていました。いつも通り昼に帰ってきて、シャワーを浴び、昼寝をしようと思って、ベッドで横になってました。その日はイヤホンをしたまま、寝落ちしてしまって、誰かが会話する声のようなもので、目を覚ましました。スマホかな？と思い、確認しようとしましたが、金縛りになってしまい、動けなくなってしまいました。あいにく、目だけは動かせたので、スマホを見たのですが、電源は切れていました。怖くなって目をつぶっていましたが、また、あの声？話し声のようなものが、次は耳元で聞こえてきたので、目を開けました。そこには、真っ黒の女性のような影があり、顔は目がちばしり、口は裂けたように笑っており、僕を見ていました。僕は声を上げようとしましたが、うまく声が出せず、気絶してしまいました。それから毎日、昼、夜関係なく、声や金縛りが続きました。その女の影を見てから1週間が経った日、いつものように昼寝していると、また、あの声が聞こえてきました。その日は、女の影が見えた場所に、背を向けて寝ていたのですが、ものすごい気配を、後ろから感じました。その気配がどんどん僕に近づいてくるのが、その時わかりました。その瞬間、誰かに肩をつかまれ、思いっきり体を揺さぶられました。その時初めて、女が、何と言っていたのかがわかりました。僕に対して、ずっと、いるよ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 、と言ってました。また気絶してしまいました。そして、霊が見える方に相談し、話を聞いてもらったのですが、その女の霊は、僕のことを旦那さんと間違えているらしい、と言われ、すぐにお祓いしました。今も、その部屋に住んでいます。声のする。今も住んでるの？すごいよな。普通、絶対引っ越すよね。二度と部屋に帰らないよな。うん。さて、次のお話は、深夜のアルバイト中に、怪異に遭遇するお話だ。そういうのは、怖い。それでは、早速聞いていただこう。数年前、まだ学生だった僕は、24時間営業の、某弁当屋の深夜時間帯、22時から翌朝6時、で、アルバイトをしていました。その店舗の目の前は、セレモニーホール、いわば葬儀屋で、時々、店にお客さんが入ってくるとなる、って音がしても、誰もいない、とかはありました。一緒にやってるおばちゃんも、時々、作業中、背中に視線を感じるのよ。振り向くと誰もいないんだけどね。とか言うんです。僕は霊感は全然ないので、なんか嫌な気持ちにはなりましたが、そこそこ日にちが流れていきました。そんなある日のことです。だいたいバイトは二人体制ですが、夜中2時3時頃に、一人が休憩に入るのです。その日もそうでした。多分、深夜2時を過ぎた頃、もう一人のバイトが、近くのコンビニに何かを買いに出ていきました。店には、僕一人。深夜バイトは、店の清掃もしないとなりません。僕は、店の全面的に張り巡らされたガラスを掃除しようと、
店の外に出ようとした時です。ふと外を見ると、店の端の方のガラスに、赤い帽子をかぶった、6歳くらいの男の子が、外から店を見ているのです。深夜2時、こんな時間に、子供一人いるわけがない。僕は恐ろしくなって、緊急連絡先の社員に電話しました。でも、出ません。そして次の瞬間、という音が鳴ったのです。誰かが店に入ってきた、その合図です。僕は恐ろしさで、店の奥にうずくまっていました。おい。おっさんの声で、俺は、ただのお客さんなのかと思い、むしろむちゃくちゃ安心して、いらっしゃいませー。とか、笑顔でレジのある場所まで走ってったら、誰もいない。いや、いた。うちの店には、唐揚げとかお惣菜が並んでたりするんだけど、時間的に廃棄になって、そこにはもう、何もなかったのに。そいつは、そこで何かを食べてた。だけど、むさぼり食いながら、腹から、何かがダラダラと流れてた。さっきの子供、腹に穴が開いてるのか。俺は声も出なくて、体も思うように動かなくて、とにかく、奥にある休憩室っていうか、従業員用の部屋に逃げようとしてた。とにかく、見つかったらやばい。そう思って、そして、僕はやっと体を動かしながら、奥へ逃げようとしてた。その目の前に、そいつは立っていました。従業員用の部屋のその前に、赤い帽子をかぶった子供が、顔はケロイドみたいに溶けて、左手は手首から先がなくて、丸くなって、腹には穴が開いて、何かドロドロと垂れ流して、俺は悲鳴にならない悲鳴を上げて、そこで倒れたんです。その後のことは、全然覚えてない。ただ、バイトはすぐ辞めました。今でも思うのです。あの子は、まだ誰にも見つけられてないのでは？ひえ、かわいそうだけど、実際に遭遇したら怖いね。そうだな。どうか、成仏できますように。今回のお話、皆さんはどう思われましたか？コメントで感想を聞かせてくれると嬉しいぜ。では、今日の怖い話はここまで。動画が面白かったら、高評価ボタンを押してくれると嬉しいな。チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは、次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。